じゃあ早速ミートソースに使う、玉ねぎを切っていくんですけど、まあ普通のミートソースって、こうみじん切りにしていくと思うんですけど、みじん切りにするのがね、やっぱり結構ミートソースって量を使うんで、こうたくさん切るのが面倒ということで、今回はミートソースにはするんですけど、玉ねぎをこう味のうまみとして一緒に加えるわけじゃなくて、具として加えていこうかなと思ってるんで、まあ薄切りではあるんですけど、こんな感じの、まあ簡単なやつでやっていきます。で、薄切りも面倒ということは、もう分厚くても全然火を通す時間を長くすればいいだけなんで、それでもいいと思いますんで、こんな感じで切っていきましょう。合いびき肉を入れていきます。じゃあ合いびき肉を入れたら、ここに軽く塩コショウしておきましょう。結構強めにかけても全然大丈夫なので、強めでもいいですね。はい、で、まだ全然火通ってないんですけど、もうこの段階で玉ねぎも入れちゃいます。結構合いびき肉の場合は油が出てくるんで、ここにこう玉ねぎを入れることで、こびりついたりせずに焼けますので、私はもう入れちゃった方が楽かなと思っていると。もちろんね、分けたいという方は分けたらいいと思いますけど、面倒なので入れちゃいます。はい、で、この玉ねぎの上にお塩ですね、これをかけてあげます。結構強めに今回もかけます。はい、それでは玉ねぎに少し火が通ったかなっていうぐらいで、次の作業に移りたいと思います。この後煮たりもするので、まあ、そこまで火が通ってなくても大丈夫ですね。じゃあここにトマト入れていきます。今日はこの粗腰トマトっていうのを使っていきます。もちろんこれはホールトマトを使ってもらってもいいんですけど、ホールトマトの場合は私は結構この残る皮があんまり好きじゃないんで、こしたりするんですけど、こす作業が面倒なんで、もう今日はこの粗腰トマトを使って入れていきます。トマト入れたら次は赤ワインですね。まあ、大体トマトと赤ワインは同じ量ぐらい入れました。で、ワイン普段飲まないし、料理用としても買う気はないですっていう方は、ワインじゃなくて水でもいいと思います。じゃあこれでもうしばらく火を入れていきます。はい、じゃあ火を入れながら味もつけていきましょう。お醤油軽く入れます。で、これ濃い口です。まあ、あんまりイタリアに醤油って入れないですけど、私は醤油少しだけ入れると香りが良くなるんで、いつも入れてますね。で、あとはトマトと相性のいいオレガノ、これはたっぷりめに、まあ、今回量も多いんでたっぷりめに入れてあげましょう。過去に結構細かい調味料をこう入れたようなレシピも紹介したことあったと思うんですけど、あの場合はパプリカパウダーとか、まあいろいろ入れるんですけど、もう今回は面倒くさいのを簡単に作るっていうのを目標にしてるんで、もうこれだけにしようかなと。あとはまあお塩で調節したりとかにしようかなと思います。そしたらここで、業務スーパーで買った揚げナスの乱切りですね。これをまあ具材として入れていきます。はい、で、こっから、煮詰めていきながら水分を飛ばして、こうドロッという感じまで持っていきたいと思います。はい、で、ちょっと入れるのが遅くなっちゃったんですけど、トマトとかワインを入れる前にね、入れるのが一番いいタイミングかなと思いますが、ニンニクですね。チューブで言ったらまあ4センチ、3センチぐらい私はたっぷり入れます。があんまり好きじゃないっていう人もいると思うんで、そういう場合はもう2センチぐらいにしといてもらうと、まあコクが出て美味しいかなぐらいになると思うので、よければ入れてみてください。で、なくてもね、全然美味しいです。はい、それではこんな感じで水分が減ってきて、結構もう具ばっかりっていう感じになってきましたね。で、ここまで来てから少し味を見たいと思います。で、結構うまみはあるんですけど、塩味があんまりないんで、今回はちょっと塩味を足していきたいと思います。ここまで減らしてから調節しないと、まあ、早めの段階でもう味を決めちゃうと、結構水分が飛んできた時に味濃くなっちゃうんで、そこだけ注意した方がいいですね。あとはお好みの塩加減になるまで調整したら、一旦こちらのフライパンでの作業は終了となります。はい、それではオーブンに対応している器にこちらを入れていきたいと思います。ここにとろけるチーズ、これをかけていきましょう。はい、じゃあこの状態になったらオーブントースターで焼くか、あとはまあ早く食べたいっていう方は上からバーナーで炙ってもいいと思います。で、一応今回はもうメインがこれだけになってるんですけど、まあ、ボリュームを上げたいっていう人は、下にパスタを敷いてもいいですし、ご飯を敷いてもいいですし、まあ、パンみたいなものでもすごく合うと思うので、まあ、どれかをこう炭水化物何かしら足してもらうと、お値段的にもお腹的にもプラスなんじゃないかと思います。はい、ということで、ちょっと時間が経って、グツグツ感はなくなっちゃいましたが、グラタンの完成です。